アクセルシュルツは、ドイツ出身のプロボクサー。IBF 世界ヘビー級王座に3度挑んだ。1989年、モスクワ世界選手権 91kg 級で3位に、入賞、銅メダルを獲得。1990年10月5日、プロデビュー。1992年9月19日、ドイツヘビー級王座決定戦で、バーンド・フリードリヒと対戦し、 判定勝ちで王座を獲得。1992年12月19日、エブヨーロッパヘビー級王座決定戦で、ヘンリー・アキンワンデと対戦し、判定ドロー。1993年5月1日、エブヨーロッパヘビー級王座決定戦で、ヘンリー・アキンワンデと再戦し、0から3の判定負け。プロキャリア初黒星となった。百九十五年四月十二日、 IBF 世界ヘビー級王座決定戦でジョージ・フォアマンと対戦し0から2の判定負けとなったがこの判定は物議を醸した。フォアマンはシュルツとの再戦を拒否したため IBF 王座を剥奪された。1995年12月9日 IBF 世界ヘビー級王座決定戦でフランソワ・ボタと対戦し1から2の判定負け。後日 ボタのステロイド剤仕様が発覚し、無効試合となった。1996年6月22日、IBF 世界ヘビー級王座決定戦で、マイケル・モーラーと対戦し、1から2の判定負け。1999年9月25日、エブヨーロッパヘビー級王座決定戦で、ウラジミール・クリチコと対戦し、8回後負け。この試合を最後に引退した。 2006年11月25日、7年2ヶ月ぶりに復帰し、ブライアン・ミントと対戦し、6回 TK を負け、もうトレーニングはしないと語り、再び引退した。ありがとうございます。